はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ皆さん、最強の職業は何だと思いますか？俺はね、ダウンロードコンテンツの後はこの職業が最強だと思います。魔法戦士ですね。ちょっと意外かと思うんですけども、これめちゃくちゃ強いです。何が強いかっていうと、ダウンロードコンテンツで新しく追加された特技、これクロックチャージですね。仲間をもう一度行動させる、特技なんだけども、これ1回だけじゃなくって3ターン持続します。3ターンでもね、最初の1ターン目だけは 100% だと思うんだけども、残りの 2回は 100% ではないです。でも、再行動しやすくなるので、これめちゃくちゃいいです。あともちろんね、新しく追加された呪文のマダンデ、これもね、もちろんそこそこ強いです。まあ使うことはそうないだろうけどね。はい、まあとりあえず使ってみましょうか。それでは、キラーマジンガーと戦っていきます。ヒューザとマイユだけバイキルとかかかってるか、まあまあ大丈夫でしょう。3000ちょい、あー3000いかないぐらいか。では行きましょう。クロックチャージ、ヒューザから行くか。まあいいか、うん、ヒューザから行きましょう。あーで、そこでさらに主人公が最高度をくればも最高だったんだけどね。まあいいでしょう。ダメージを稼いでいきます。そうね、なかなか難しいんだよな。 OK。 お、あの人はもう一回必殺技がいけるね。これで終わるだろうけど、最高度来て頼む。あー、クロックチャージアルシアにすればよかったな。まあいいか。最高度来い。よし、ナイス。これがあるからやめられないんだよね。超ハッスルしとく、しとけ。一応回復、ナイスすぎる。ダンクでいっ、いや違う、アンルシア600じゃちょっと怪しいところだわ。でクロックチャージをアンルシアにかけときましょう。はい、おお、いいね。これ確実に倒したね。ナイス、いいね。1体目終わり。次最高度来てよ。あー、ダメか。来るときは来るけどね、来ないときは来ない。まあそれはしょうがない。闘魂でちょっとテンション貯めましょう。ナイス、いいね。マイユにもかけとけ。これ自分にかけれないっていうのがね、ちょっと残念なところですよ。しゃあ、これはちょっと攻撃してくるな。まあいいか。最高度、あー来なかった、よかった。転ばせるやつね、あれが最悪だからね。あれが来なければ全然大丈夫です。あ、ちょっと待って、あ、俺が見たのはあれか。いきなりバイキルトの、バイキルトが3ターンってことか。はいはい、クロックチャージはこれ3ターンじゃないな、5ターンぐらい持ちそうだね。おお、素晴らしい、めちゃくちゃ素晴らしいじゃないか。75を使うよね、一括は。超ハッスルやっとけ。危ないこいつは。クロックチャージはもうしなくていいから、ちょっと怒りを沈めとこう。しゃ、最高度、もう来ない来ない時は来ない。うわ、最悪最悪です。まあでも、まあこいつから沈めときましょう。
弾空投げ払い。そうね、バイキルトをこっちで入れときましょうか。2体になると結構まずいんだよね。最高のダメか。最高のしてくれれば最高だったのに。やば、やめろよ。おっしゃ、危ねえ。よし、もう闘魂一括使えるんでもう大丈夫です。まずこれで沈める。ナイス、2回攻撃んで眉で闘魂一括。危な、あの復活やられた時がもう本当に最悪だからね。マダンっていけるね。どれぐらいダメージあるだろうね。もう実際レベル99になってからまだ使ったことはありません。ちょっと使ってみるか。どんぐらいいく？マダンってかっこいいもんね。2600か。ああ、MP0 になってそれだとちょっと割に合わないかな。せめて5000とか与えてくれないと使う気にはなれませんね。倒せるか。ナイス、2回攻撃。クロックチャージは切れてたけど、うまいこと言ったね。ナイス。はい、ということで戻ってきました。今日はですね、これ魔法戦士使ってみました。俺は間違いなく今シーズンダウンロードコンテンツ第1弾では最強だと思う。アンルシアがやっぱね強すぎるの。アンルシアとヒューザ、この2人がめちゃくちゃ強くなっちゃったので、この2人を再行動させてやった方が火力になる。まあ、確かに、バトルマスターで火力枠っていうのもありだと思うんですよ。ありだと思うんだけども、確実に他の3人を2回攻撃させてあげた方が、役に立つような気がする。あと、バイキルトも使えるしね。それなので、魔法戦士が今回は最強じゃないかなと俺は思ってます。まあ、ただ、マダンテはイマイチでした。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。